いやこれ1台でこの出力はやばいな、半端ないわ。どうも皆様こんばんは、セゴリータ3世でございます。さあ今日の動画はですね、 JBL パーティーボックス710です。物がでかすぎるんでここにはないんですけど、現在グリーンファンディングでクラファン中の怪物級大出力スピーカーですよ。支援総額は撮影してる今現在で間もなく1000万に達成しようというところ。 JBL といえばですね、こちらパーティーボックスアンコールエッセンシャル、こちらもね以前ご紹介しました、11万再生ぐらいされてるっていうもので、こういう系がね意外と売れるんですよ。例えばお店に置くとか、体育館のダンスの練習とか、まあ、幅広いところに使われているんですけれども、それよりもっとどでかいもの、それが JBL のパーティーボックス710です。総合出力 800W、 サブウーファー級の20センチのウーファーが2機あったり、広域用に7センチのツイーターも搭載っていうことで、とんでもないものでございます。なぜどでかいのに人気なのかも含めてですね、これからビシッと開けて検証していきたいと思います。というわけで行っていきましょう。はい、というわけでこちらが JBL のパーティーボックス710ですよ。でかい、めちゃくちゃでかいです。運ぶの大変でした。ちなみにですね、これがですねアンコールエッセンシャルの大きさになるんで、単純に見てですね、これの3個分ぐらいの高さはあるかなと思います。入ってたのはクイックスタートガイド、大事なお知らせの紙、それと電源ケーブルです。これはですね、バッテリーを積まない代わりにですね、ウーファーであるとかツイーターとかそういうのをビッチビチに積んでるので、とんでもない音がするという代物です。でまずはババンと表面に JBL のマークで、左右にそれぞれマークが入っていて、下には簡単に持ち運べるようにローラーがついています。さらにはカラーリング操作できたりとか、電源ボタン、 Bluetooth にバスブースト、そして再生ボタンですね。で上にはですね、バス、トレブル、エコーですね、カラオケというふうに書かれているので、そちらを操作できる。そんでめちゃくちゃでかいバスレフポート、これ重低音めちゃくちゃ出そうだわ。ゲインの1、2、そしてマイク入力とマイクギター入力、それと USB-A に 3.5mm の有線ケーブル、 TWS 接続もできます。あとはこれがですね、何台もあればどん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 つなげていけるっていうデイジーチェインもあります。そんで下側開けると電源ケーブルを入れることができるという作りになっているみたい。そしたら電源入れていきましょう。ポチッとな。おお、すごい、めちゃくちゃですね、カラフルに光ってますよ。はい、ということでアプリと接続したらこんな感じになりました。 JBL パーティーボックス710っていうことで、ライトショーですね、いろいろ変えられる、フリースタイルとか、わーすげー。あとこれストロボもあるんで、これ見るときは部屋を明るくしてみてくださいね。でランダムもいけます。ライトコントロールですね、横のライトとか細かな LED ですね、こちらも変更できたり、カラーピッカーがあるので細かくですね、色も変えるということもできますよ。あとイコライザーですね、オンオフすれば細かなデシベルは分かんないけど、でもしっかり調整することが可能です。あとはバスブースト、ディープとパンチが効いたものですね、より深いものかアタック感があるものかに分かれるっていう感じかな。あと DJ サウンド、おお。あとはカラオケですね、広域低域とかエコーとか、こちらも操作、おー、触るとですね携帯がブル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 と言います、楽しい。あとはボタンの設定ですね、こういうこともできます。ちなみにですね、エコーを回していくとこのようにですね、しっかり聞かせることができます。この辺もですね、いじりつつライトが変わっていくのもすごく楽しいですよね。はい、そしたらじゃあまず単体でですね、曲流していきましょう。こっち、おお、おお、すげえ。いやこれ1台でこの出力はやばいな、半端ないわ。はい、そしたらバスブーストを入れていきましょう。こっち、おお、あ、いいね、定期が一気に跳ね上がるね。じゃあパンチが効いたらいきましょう。こっち、おお、あ、収益がかなりググッと跳ね上がる。
オフにするとグッと消えるという感じですね。あとこっちとつなげるっていうこともできるんで、ちょっとやってみようか。お、つながった。あ、同じライティングになってる。あ、これ上がるわ。パーティーモードですね。いわゆる TWS なんで全く同じ音が流れるか、あとはステレオモード、これは同じ機種じゃないと無理っぽいですね。だから右チャンネル左チャンネルで分けることができるということです。なるほど、ちょっと音楽流してみよう。あ、いいな。いいね、上がるわ。圧倒的サウンドを実現する本格スピーカー。ちなみにライトは172機の LED を使っています。8の字のライトが64、ダイナミックストロボライトがですね上下に4機ずつ、あとスターリーライトの LED が16、クラブライトの LED84 っていうことで、めちゃくちゃド派手にいけると。あと IPX4 なのでちょっとの雨とか水しぶきは全然いけます。 Bluetooth の他にも 3.5mm の外部入力もあるので、テレビやレコードプレーヤーをつないだりもできちゃいます。というわけで、じゃあ実際ですね、これどれくらい音出せるのか、これから別の場所に行ってフルで音量を流してみたいと思います。はい、じゃあスタジオですね、借りましたよ。つうわけでフルテンで行きましょう。いっちゃんでかい音出します。すげえすごい出力だったね。こんだけ出りゃ1台でも十分ですよ。もういろんな壁がビリ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 鳴るぐらいです。なるほど、分かった。じゃあまとめていっていきましょう。はい、というわけで今回は JBL パーティーボックス710をご紹介しました。いいところ、残念なところをまとめていっていくと、めっちゃ上がるわ。めっちゃ上がるの一言だね。スタジオ貸し切ってですね、フルですよ。もうフルボリュームで出しましたけど、テンションがね、上がるなんてもんじゃないですよ。ずっとね、あのどでかい音量でですね、キラキラされるとトリップすんのよ。やっぱ人間はね、そういう風にできてるね。で、今ね、イヤホン、ヘッドホン、スピーカーたくさんあるけど、これはもうぶっちぎってるから、もうドカーンっていう個性の塊ですからね。僕もイヤホンはね、あんまり激しい音って好きじゃないんだけど、スピーカーはやっぱこうの方がいいね。毎回思うね、スピーカーやっぱり重点をバーン聞いて、広域もですね、刺さらない程度にしっかり出た方が、非常にテンションが上がるなと。このスピーカーはさ、プラスしてライトですよね。LED がとんでもない数であるから、自分がギターを弾く、歌うとかに合わせてですね、しっかりイルミネーションも変えることができるし、もちろんストロボもあるしね、まあ、心配の場合にはオフとかもできるから、これ1台でもね、相当すごいからね。で、SBC だけだけど、関係ねえなって思えるぐらいの出音ですね。例えば野外のクラブ、レイブですよね。それで、このパーティーボックスの音が流れていて、これはエルダックじゃないね、みたいなことを言う人は多分いないね。それよりもやっぱ音のデカさ、派手さ、重低音の凄さ、広域の鮮明さだよね。それに心を奪われる人が圧倒的に多いと思うから、コーデックはほんと無視していいなっていう風に思いましたね。今ね、パフォーマンスを求める人がすごく多いじゃないですか。コストパフォーマンスもそうだし、タイムパフォーマンスとかさ、まあ、いろんなねパフォーマンスを求めてんだけど、これはそういうのじゃないから。パフォーマンスっていうものを考えれば、こんだけでかい音出せる必要はないし、もうそういったものも全部超越して、バーンドーンバーキンテンション上げていこうぜっていう、そういう楽しさがね、これにはあるなっていうふうに思います。これ1台でもね相当すごいけど、これ2台用意して自分で山持ってるんですみたいな、それで音楽流すだけでもね相当上がると思いますけどね。これはフェスさながらですよ。
それでいてアップデートもあるし、 TWS ですよね。同じパーティーボックス同士だったらね、同じ音を再生させるとか、全く同じ機種だったらステレオもいけるんで、派手さがありながらもですね、しっかり緻密にデジタルとしてですね、進化しているなっていう風には感じます。でそうね、まあえて残念なところを言っていくと、パフォーマンスじゃないっていうね、そこまで大きい音出してどうするんだとか、まあ、いろんなことを言い始めた。ほんとキリがないんですけど、でもいいの。これはロマンなんです。ロマン的な商品なんです。じゃあ JBL の音が好きで、100万、200万のシステムは組めないけれども、でも可能な限りそれに近づけたいっていう場合には、これ1台でも全然いける、すごいスピーカーだなっていう風に感じました。自分もこのロマン感じてみたいっていう方、ぜひ僕の動画説明欄にリンクがあるので、ぜひそちらから飛んでチェックしてみてくださいね。それとこの動画が面白いと思ったら高評価、皆さんの感想もぜひ下にコメント書いて教えてください。いつだけでも出したー。チャオ。